70回目を迎える静岡市の夏の風物詩、安倍川花火大会が7月22日に開催されることが決まりました。今年の安倍川花火大会は7月22日の午後7時半から打ち上げが始まり、およそ1時間半の間に1万から1万5000発の花火が夜空を彩ります。マスク着用や飲食は個人の判断に委ねられ、来場者数は40万人を見込んでいるということです。今回ですね、70回大会ということで、一つの節目になるものですから、このですね、静岡市の地域活性化のためにも大いに頑張っていきたいと思っております。桟敷席はグラウンドが去年9月の台風15号の影響を受けているため設置未定となっていて、市としては開催日までには復旧整備を試みたいとしています。